新しい種類の洗剤を買ってみました。いつも使っている洗剤が店になかったのでこれにしました。洗い物が楽になるらしいので早速使ってみます。壊れていたスマホが直ったらしいです。電池に問題があってしばらく修理業者に預けていたんですがようやく元に戻ったみたいなので取りに行ってきます。 友達が最近結婚しました。高校の時からの友達で突然のニュースに驚きました。結婚するとは思ってなかったので、人生何が起きるかわからないものですね。新しい植物をもらいました。今ある植物がだいぶ育ってきたので、この植物もうまく育てていきたいです。植物が育つのを見ると嬉しくなります。 何かを決めるのは難しいですね。これなら大丈夫だと思っても思った通りにならないし、ダメだと思うことが正解だったりするときもあります。人生は難しいですね。今日はいつもより早く目が覚めたので、朝からお茶を飲みながら勉強しました。朝は静かですから集中しやすくていいですね。 リンゴジュースをたくさん買ってきました。最近リンゴにハマっていて毎日リンゴジュースを飲んでいます。子供の時を思い出す味ですね。新しい種類の洗剤を買ってみました。いつも使っている洗剤が店になかったのでこれにしました。洗い物が楽になるらしいので早速使ってみます。 壊れていたスマホが治ったらしいです。電池に問題があって、しばらく修理業者に預けていたんですが、ようやく元に戻ったみたいなので、取りに行ってきます。友達が最近結婚しました。高校の時からの友達で、突然のニュースに驚きました。結婚するとは思ってなかったので、人生何が起きるかわからないものですね。 新しい植物をもらいました。今ある植物がだいぶ育ってきたので、この植物もうまく育てていきたいです。植物が育つのを見ると嬉しくなります。何かを決めるのは難しいですね。これなら大丈夫だと思っても、思った通りにならないし、ダメだと思うことが正解だったりする時もあります。人生は難しいですね。 今日はいつもより早く目が覚めたので朝からお茶を飲みながら勉強しました。朝は静かですから集中しやすくていいですね。リンゴジュースをたくさん買ってきました。最近リンゴにハマっていて毎日リンゴジュースを飲んでいます。子供の時を思い出す味ですね。